あ、イカ寿司。イカ寿司、はい、あとマグロ寿司。マグロ寿司、はい、はい、以上です、はい、ありがとうございます。あの栄養取らんとマジ死ぬ、絶対に間違いなく。ベトナムで日本で修行した人がここで日本の料理を作ってるっていう。例えば、まあ、これだったら割る2、大体割る2よりちょっと高いぐらい。だから680だから600円ぐらい。これいっぱいあるよ。サンマとかある。ホッケとか。変わってないね、あんまり。ホッケ。これ今ね、今から寿司作ってくれる。まあそうだわな。これが海外クオリティだと。その日本と同じを求めちゃいけねえよ。すいません、はい、ちょいメガレモンサワー。あ、メガレモンサワー。メガレモンサワーですね。ありがとうございます。1500ありがとうな。すいません。だから、まあ、これが海外クオリティやって。日本がね、清潔すぎる。だから日本と今ありますよ。すんげえ長文見つけたけど。なんだろう今の長文。逆に俺栄養取れると思うんだけど、魚って栄養あるでしょ。特
にマグロって。薄いでしょ。そんなに言う。マジで。嘘だろ。フラグじゃねえそれ。フラグすぎんか。早く来てくれんかな。でもね、握るのうまいんだよ。だからあんまり言うな、まな板のことは。ベトナムね、日本だったらこれが問題になってるかもしんないけど、だから段取りとか言うなっちゅう。やめなさい、マジで。ありがとう、イーちゃん。チラシ寿司。これは、これは違うとこか。巻き寿司。巻き寿司か。ありがとうございます。一杯だけ。なんか多分飲めないけど頼んじゃった。多分病気だわ俺。美味しいですよ。もうやめなさいって。もう本当にもう。これ海外来たことない人でしょ絶対。
お、でもすごいわこれ。船だ。1500円ぐらい、1500円ぐらい、1700円ぐらい。じゃあ俺は握ってるの見てほしいの。握ってるところ。母ちゃんありがとう。イカだ。完全にイカだ。汚いって言われるでしょ。だから俺こっちを見てたら好きなんだよ俺。みんな内装してリーちゃんや、久々体育様ありがとうございます。ありがとう。押して。原さんありがとうございます。見て見て見ててよ。見ててよ。マジでうまいで。
ありがとう。 A さんも。鳥肌が立つ寒気だわ、ほんと。A さんありがとうございます。4年ぐらいって言ってたよ。体調悪い。寿司お願いします。あ、はい、だね、はい、追加エビ寿司で、はい、うわ、びっくりした。生きてると思った。死んでますそれ。あ、死んでます。死んでますびっくりした。本当エビ嫌い。これはすごいですね。今もっともすごいですね。リーちゃんありがとう。びっくりした。すごいですよ。
ナイスを押せる方お願いします。あと30、爆速。